くつになってもずっとやりたかったことをやりなさい。第7週、アナです。この動画はジュリア・キャメロンさんのこちらの本の12週間のワークに私が実際に取り組んでみて解説レポートしていく動画です。よろしければ一緒にやってください。はい、では今日はいよいよ、第7週が終わりまして第8週に入ったところでございます。で、また私の第7週の振り返りとそれから第8週のポイントについても少しお話ししていきたいと思います。はい、では早速なんですけれども私の第7週のチェックインを少しシェアしたいと思います。あ、最近ちょっと原稿用紙でモーニングページを書いてみてます。はい、ではですね、私の第7週の振り返りなんですけれども、モーニングページもそれからアーティストデートもソロウォーキングもできました。はい、それでですね、第7週なんですけれどもいろいろな課題があったと思うんですけれども特にですね、科学的手法っていうあのエクササイズがあって、でそれをですね今までやったことの中でどんな結果に気づいたかとかあとは何をやってないかとかねちょっと遡って調べてみてでやり残している課題はもう一回やってみようっていう、はい、あのエクササイズがあるんですね。それで私ちょっと振り返ってみましたらば、私はですね今までのエクササイズ割とやってるんですけれどもやっぱりやり残してるのがあってそれはですね、あの退屈について書くとかあと孤独について書くとか怒りについて書いてみようとかっていうですね長く書き出す系の課題がですねやっぱりちょっと面倒くさかったのであの飛ばしちゃってたんですね。それでちょっとあの遡ってあの怒りについて20分間書くっていう第5週の課題をですねちょっとあの飛ばしてたのやってみました。これですね157ページですね、自分の中の怒りを知るっていう課題で自分が最も怒っていることを選んでで20分それについて書くっていうのをやってみました。はい、そしたらですねやっぱり書き終えた後に自分がより明晰になったかどうかって、書いてあるんですけれどもあのやっぱり書き終わるとですねあのいろいろとなんていうんでしょうすっきりするというかあこういうふうにしていけばいいのかなみたいなのが出てきて、はい、あのやっぱり有効な課題だなと思いましたので皆様もよろしければ今からでもですね遡ってやってない課題をぜひやってみてください。はい、ではですね第8週のポイントも少しお話ししたいと思います。第8週はですねもう一度喜びに火をつけるっていうちょっと楽しい週なんですね。はい、でまあいろいろとねあの楽しい項目があるんですけれども、ちょっと大切なことがですね205ページですね、エクササイズアーティストデートの延長プログラムっていうのがあるんですけれども、要はですねこの週はアーティストデートをちょっと豪華にやってみようっていうのがエクササイズになってるんですよ。まあ単純に時間を長くしてもいいしそれから何回も計画してもいいっていうことなんですね。はい、でこの週はですね、まあ、特に自分の、 喜びに火をつけるなので自分の楽しいこととかあの喜びを与えてくれるものみたいなものをもう一回こう掘り下げるというか思い出すあの探す自分はどういうことが楽しいんだろうどういうことがあの喜びを感じるんだろうっていうことを探していくっていうあの週なんですけれどもあのそれでこのアーティストデートのね延長プログラムの時間を利用するといいんじゃないかと思います。はい、でこの週の中でですねもう一つ大事かなと思ったのは、私はこれですね、贅沢はコストではないっていう、222ページからの項目なんですけれども、要はですね、豊かさとか贅沢の感覚についてももう一度ちょっと見直してみようっていう項目なんですね。はい、なんかちょっと豪華な、アーティストデートとか長時間のアーティストデートとかに行ったりとかあとはまあ自分にね贅沢をさせてあげようって思った時になんかお金をかけなきゃいけないのかなって思うと思うんですけれどもあのここのポイントはですねあの贅沢イコールお金ではないっていうことですね。はい、あのまあお金をかける贅沢もあるんですけれどもあのお金をかけずにできる贅沢もいろいろありますよね。はい、なのでですね、まあ、ここにもいろんなあの例が載ってますしあと皆様もですねどうしたらあのお金をかけずにあのでも自分に贅沢な豊かな気分を味わわせてあげられるかなどうしたらなんかあまりコストをかけずに、はい、なんか楽しめるかなみたいなものをあの考えてみるといいんじゃないかと思います。で私はですねあのこの長時間 の、 あのアーティストデートとかどこ行こうかなとか考えたんですけれどもあの1個思いついたのがですねあの私すごい漫画が好きでしてでもねやっぱり大人になってからあと子供とかねあのいるとやっぱちょっと時間があの少なくてなかなかね、まあ、昔みたいにもうずっと読みふけってるみたいなことがなかなかできなくてあの最近ねここ数年あんまり漫画読んでないなとか思ってたんですけれどもそこで皆さん思いついたのがですねあの立川にある漫画図書館ってご存知ですか？はい、あの私はそこ大好きでして、はい、たまに行くんですけれどもあの子供とかに、ね、一緒に連れて行くとまたすごい楽しいんですけど要はあれですよ漫画だけの図書館でなんかもう好きな漫画をあの借りて読み放題っていうですねなんか天国のようなあの図書館があるんですけどもそこね確か入館料300円とかだったかな。それで一日中あの漫画が読めてなんかお菓子とか買ってあのポリポリしながらですねもう漫画読んでるとねあのもの
すごい贅沢っていうか、私にとってですよ、私にとって、他に何もいらないんじゃないかなみたいな、はい、こんな幸せなことってあるかしらぐらいなですね、私にとっての贅沢なんですけれども、はい、まあ、これは本当にね、個人的な例ですけれども、まあ、でもこの本にもですね、贅沢は個人的なものだっていうふうにね、書いてあると思いますので、はい、ぜひ皆様もですね、自分独自のものも本当に自分が贅沢で幸せに感じることって何かなって、自分にとっての豊かさって何かなっていうのをですね、ちょっと考えてみて、はい、でそれでアーティストデートなんてね、計画するとすごく楽しいんじゃないかと思います。はい、第8週のポイントはそこかなと思ってお伝えしてみました。はい、ではですね、この動画が少しでも役に立ちましたら、高評価、いいねですとか、コメント、チャンネル登録などいただけましたら、この動画がたくさんの方に見ていただきやすくなりますので嬉しく思います。はい、ではまた来週私の進捗をお伝えしたいと思いますので、またチェックしていただけたら幸いです。では引き続き楽しんでください。ではまた。